クラッシュのみんなと応援に駆けつけました、はい、クラッチとクラッチラちゃんとね一緒に盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあビールと肉祭りを楽しんでる皆さんも見えますか。こんにちは。一緒に楽しんでいきましょう。さあ改めて紹介しました千葉ロッテマリーンズからのゲストですが、はい、今日も試合がありますので、なんといっても試合に勝負をしたいと思いますので、これからの対決よろしくお願いします。クラッチ君、クラッチナちゃん、昨日あの必勝祈願のスライダー滑ったそうだけど、え、そんなのがあるんですか。はい、あちらご覧ください。そう、あれ滑ったら勝てるんですかね。そうなんです。マー君行こう、後で行こうぜひマー君、みんちゃん一緒に滑ってくださいね。水が流れてるんだ。そうなんです。面白そうですね。カッパをかぶって滑ったんだよね。びしょ濡れになったそうだけど。そうなんですね。じゃあ後で伺います。はい、お願いします。さあ今日早速本日対決してもらう対決なんですけれども、はい、何だろう。髪切り対決。髪切り対決、はい、髪切り対決やってみたいと思います。楽しそう。簡単にルールを説明しましょう、はい、スケッチブックに書かれたお題、そのお題を4人に切ってもらいます。今までは男の子だけで男の戦いを繰り広げてくれたんですけれども、はい、クラッチ君なんかハサミ4つ持ってる。今回はなんと女の子のリンちゃんとクラッチラちゃんにも参加していただきます。真剣勝負ですね、これはね、はい、つまり千葉ロッテマリーンズ対楽天イーグルスのチーム戦になります、はい、どちらのチームが上手だったか、その審査をしていただくのは、はい、ここにいる皆さんです。会場の皆さんが審査をしてくれるんですね、はい、そうなんです。4人の作品を皆さんに見せて、はい、皆さんの拍手の大きさで決着をつけたいと思います。なるほど、はい、頼みますよ皆さん。 OK ですか皆さん。すいません、これを切るんですよね。そうなんです。ちょっとなんかマー君が私の髪を狙ってるんですけど、違いますよね。髪違いですね。違いますよね、こっちですよね、はいはい、やめてよ、ほんとこれですから。ペーパーの方ですよ。ペーパーの方です。ヘアの方じゃございません。お願いします。はい、それでは早速お題の方を紹介していきたいと思います、はい、今日のお題はじゃじゃん、金魚です。金魚。あれ、なんかマー君前にもやったとか聞いたんですけど。そうなんです。あ、そうなんです。あるの。あ、イーグルファンの皆さんおなじみですが、前回の、はい、え、ちょっと待って、これマー君の作った金魚ですか。そうです。この尻尾んとこなんかさ、何フリンジ、これヒラヒラがついていますね。なんか仙台の七夕祭りのヒラヒラみたいのついてるね。素敵なおしゃれな金魚になりました。おー、クラッチ君上手ですね。上手。すごい、ほんと綺麗な金魚たくさんやったから、まあ、マー君のも結構高そうな金魚ではあるけどね高価な金魚っぽいけどね。そうですね。はい、じゃあ今回もお題は金魚ということで、はい、真剣勝負ね。お願いします。大丈夫かな4人、金魚ですよ、大丈夫かしら。はい、それでは早速、はい、行ってみたいと思います。髪切り対決スタート。座り出しましたよマー君。さあどんな勝負になるんでしょうか。さあマリンではやったことないからな、こんなイベント。でもリンちゃんはね、あの手先がとっても器用なんで、結構ね上手な金魚を作ってくれるんじゃないかなと思うんですよ。ありがとうございます。チーム戦になるので、ね、そうですよね、はい、頑張ってもらわないと。上手でもなかなか勝利には結ばれないかもしれません、ね、ちょっとあのこの BGM にマークが反応してしまって、進めてくださいウインク、これウインク寂しい熱帯魚。さあそれでは、はい、ここで前回までの作品をご紹介したいと思いますよ。髪切ってもらっていいですか。髪切ってもらっていいですか。じゃじゃーん。あ、え、見て見て皆さん、じゃじゃーん。え、すごい、いろんなキャラクターと対決してるんですね、はい、そうなんです。面白い。他球団のマスコットとたくさんの対決をしてきました。ちなみに今までの対戦成績はどんな感じなんですか。今までの対戦成績ですけど、はい、クラッチ君結構負けが多いんですよ。そうなの。そうなんです。でもこの間最後に、はい、勝ったのが一番下の作品になってます。それつば九郎、木魚作ったんですか。そうなんです。なんかあの心理テストとかに使う絵みたいだね。なんか なんとかロールシャハテストみたいななんかありそうだよね、あれはね、はい、なんか木魚だったね。みんな自由ですね、はい、でもそれぞれなんかキャラクターの個性が現れる切り絵ですね。そうですね。ライリーなんてこのウルトラマンの日だったのでね、金魚ではなくウルトラマン作っちゃった。大胆ですね。だ
ゃんとクラチナちゃん後ろの方行っちゃったけど、あれあれあれ、 あれちょっと様子見てみましょうか。そうですね。さあまずリンちゃんはあもう順調に進んでるみたいですね。マー君はちょっとウィンクで盛り上がりすぎてね、ちょっと作業が遅いようなんですけど、クラチ君本当に上手になってます。危ない危ない、本当に興味になるからここ分かったから、もう分かったから、前回のマー君の作品のですね、はい、フリンジをフルに生かしてオシャレな金魚、本当、はい、見えてますよ。もう紙に台紙に貼り付ける段階までやってるの、ね、はい、最後に進んでおります。ちょっとマー君、リンちゃん頑張ってよ、これチーム戦だからね。やっぱりこのステージで勝たないとチームもさ波ってもんがあるから。そうです ね、団体戦になりますので、ね、あれ滑ってくれば大丈夫だと後で滑りますんでよろしくお願いします。あるある、時間は作るもんだからね。名言出たよ今、時間は作るもん。さあできましたか、貼り付けるところまでうまくできましたか。リンちゃんいいぞ。クラチナちゃんは順調に進んでおりますが、ありがとう持ってきてくれた。あ、じゃあもうつける時間よ、マー君貼っつけて、クラチ君余裕がありますね。マー君のお手伝いをしてありがとう。クラチ君、クラチナちゃんできた。あ、じゃあリンちゃんもじゃあ台紙に貼らせてもらおうか、これね。あ、ぐしゃぐしゃしてるのは金魚の方じゃないよね、クラチナちゃんすごいな、なんかステージ大きく使うね。そうだね、すごいね。本当に皆さん自由に金魚を作成中でございます、ね、さあどんな勝負になるんでしょうか。できた、リンちゃん。赤い金魚がクラッチくんですね、はい、わあ楽しいだな。黄色い金魚がクラッチーナちゃん、青い金魚がマーくんで、黄土色の金魚がリンちゃんになりますよ。さあついに終盤に差し掛かってきました、はい、金魚飛ばされちゃう。飛びますよ、ほらちょっと後ろにしといて、はい、できたかな。できたみたいです。わー、ドキドキする。さあ皆さんお待たせしました、はい、それでは皆さん一列に並んで結果発表待ちましょう、はい、では一番端のマー君から、はい、あ違うの、チーナちゃんから。あ、クラチーナちゃんから、クラチーナちゃんにする。あ、じゃあ見ててもらおう先にね。じゃあクラチーナちゃんからしようかな、はい、それではどうぞ。じゃじゃーん、クラチーナちゃんの金魚です。すごいという声が上がっていますが、フリンジがそうですね、さすが熱帯魚の音楽かかってたからね。綺麗な金魚、お魚ちゃんらしい可愛い金魚が出来上がりました。フリンジを生かしてくれたのね、はい、ありがとう、ありがとう。じゃあ続いてです、はい、楽天イーグルスチームクラチくんの作品です。はい、どうぞ。じゃじゃーん、おー素晴らしい。え、もしかしてクラチくんもフリンジだらけじゃない。フリンジだらけ、もう尾びれも背びれもさオールフリンジでできてるじゃないですね。すごいわね。あ、すごい泳ぐの早そう。早そうだね去年のマー君のね、あの霧をインスピレーションで。そうですね、なるほどね、学びました。さあ続いて千葉ローテマリーンズのリンちゃん、はい、では見せていただきましょうか。リンちゃん OK、 どうぞ。ではどうぞ。じゃじゃん、じゃん、どう皆さん、はい、綺麗にできたね。はい、あら上手。ここにフリレがちゃんとありますね。フリンジまで好きね、みんなフリンジね綺麗にできたね、おしゃれ、上手にできました。ありがとうございます。さあ最後行ってみましょうマー君の作品ですよ、見とけよと。では行きましょう。だいぶハードルが上がっておりますよ、ね、さあどうぞ。じゃじゃん、これマー君の作品です。わかります、これ、これね、金魚すくいのね、ポイをポイを作ったらしいんですよ。素晴らしい。その分のこの金魚の雑さね去年のフリンジはどこに行ったのかっていうね。そうですね、夏祭りが近いので ね、ちょっとお祭りを夢、あ、もうね、ウインクに夢中で時間なくなっちゃったんですって。集中できなかった、すいません。なんかもうこんなんで大丈夫かな、曲がいけなかった、大丈夫かなさあそれでは早速皆さんに判定をお願いしたいと思いますよ、はい、ドキドキする。お願いしますね皆さんね。クラチナちゃんの楽天イーグルスチームか、それともマー君、リンちゃんの千葉ロッテマリーンズのチームか、どちらでしょう。ではまず楽天イーグルスチームから拍手の数聞いてみたいと思います。楽天ちゃんすごいと思った人、たくさん拍手いただいてますね、ありがとうございます。やったね、有力かな。さあ続いて聞いちゃうよ、聞いちゃうよ。続いて千葉ロッテマリーンズの方が上手だと思った人、あれ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 、さっきね、もう黒いユニフォームの人もね、結構こっちで拍手してた見てたお姉さんね。でもしょうがないね、これはね。そうですね、はい、正直なファンの皆さんで助かりました、はい、ね、本当に嘘はつかないんですよ皆さん。ありがとうございます。そうなんですよ、
さあそれでは小夏お姉さんに結果発表をしていただきたいと思いますよ、はいはい、そうですね、もうこれはね、マリーズと言いたいとこですけどもね、すいません、イーグルスチームの勝ちです。やったー、クラシック、クラシックさん、楽天イーグルスチームの勝利でーす。残念、やっぱりさ、フリンジつけてこうよ、マー君。曲のせいでね。そう、曲のせいでね。PA さん、ナッシュですよね。金魚すくいをやったマー君には特別賞をあげたいね。ねえ、ちょっと余計なもの作っちゃいましたからね。素晴らしい発想でした。ありがとうございました。本日、熱い戦いを見せてくれた4人に、改めて大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さあ、この後、スタジアムで本当の戦いが待っていますのでね。はい、本物の決着はスタジアムで。つけたいと思いますので、皆さん両チームに熱い5000円よろしくお願いします。お願いします。さあ今日の特別ゲスト、